省エネの達人企業編。今回は石川県金沢市にある森八千光寺工場の省エネを紹介します。1625年創業の老舗和菓子店森八では、日本三大名家といわれる落雁の調整殿をはじめ、さまざまな和菓子を製造。伝統の味を守り続けながら、本店に併設した木型美術館では、加賀の和菓子文化の歴史と魅力を発信しています。今回の達人による省エネ術はこちら。メリハリのある働き方で電気使用量 13% 削減。どんな取り組みをされてるんでしょうか。早速伺ってみます。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。達人の中宮さんでいらっしゃいますか。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回の達人は取締役女将の中宮喜衣子さんです。浜口調査員着替えて達人と共に工場へ。こちらの森八さんの和菓子のこだわりっていうのはありますか。はい、伝統的な和菓子の味を守り続けることでしょうか。そのためには、はい、和菓子作りの環境に妥協することはできないんです、うんうん、温度と湿度が味や品質を左右する和菓子作り。工場内のエアコンは常に稼働、また加湿器も欠かせません。製造中は照明やエアコンをオフすることってできないですよね。どうやって省エネをされてるんですか。完全にオフにしかないんですね、はい、工場で働くスタッフの勤務シフトを工夫して省エネに努めています。こちらの工場の製造部は35名のスタッフが受注部門、計画生産部門、製案部門に分かれて働いています。以前各部門の照明やエアコンは数名の出勤であっても全てつけなければならず、電気の無駄が多かったのですが、現在は勤務シフトや生産計画を見直し、部門ごとに休みを取ることで電気の使い方にメリハリをつけ省エネにつなげました。また配送部は製造部に比べ作業時間が長いため、照明やエアコンの使用も多くなります。そこでこんな省エネの工夫が。就業時間よりも早く手が空いた製造のスタッフに手伝ってもらってるんですよ。製造部門の職人にも効率的な働き方への理解を求めたことで、配送準備の作業時間が短縮でき省エネにつながりました。このほか廊下の照明はスタッフが行き来する時間帯以外はオフにしたり、エアコンで冷やさなければならない商品はできる限り保管場所を一箇所にまとめ省エネに努めています。こうした取り組みにより電気使用量 13% 削減を実現しました。妥協を許さない和菓子作りと省エネ効果の高いメリハリのある働き方で、しっかりと伝統が守られていました。省エネの達人は電気の見える化で企業の省エネ活動を支える日本テクノの提供でお送りしました。おはよう。あなたが働く街、今日も一日頑張って、電気という活力を街の隅々にみなぎらせて、こんにちは。あなたでにぎわう街、人と地球が共に幸せになる光り輝く未来のために、エネルギーを賢く上手に使いながら、ただいま。あなたが安らぐ街、暮らしに豊かさと潤いを与え続けてくれる明るい光に包まれて、おはようの街からお休みの街まで、電気を守る、作る、賢く使う、日本全国24時間電気のそばに私たちはいます。電気にエネルギーを注ぐ日本テクノ。